バルデナフィルは、勃起不全の治療に使用されるプドゴ阻害剤、スタキシンという商品名で販売されていて、後発品もある。バルデナフィルの適応と近忌は、他のプドゴ阻害剤と同一である。クエン酸シルデナフィルとタダラフィルの機能に密接に関連している。バルデナフィルとクエン酸シルデナフィルの違いは、窒素原子の位置と、シルデナフィルのピペラジンカンメチル元のエチルモへの変化である。 タダラフィルはシルデナフィル及びバルデナフィルの両方と構造的に異なる。バルデナフィルの有効時間は比較的短いがシルデナフィルに比べると多少長い。勃起不全の適応症を超えてバルデナフィルは早動の治療に有効である可能性があり浸透から射精までの時間を大幅に増加させる可能性がある。一般的な有害反応は 他のプドゴ阻害剤と同一である。よくあるバルデナフィル特有の副作用は、吐き気。稀な副作用は、腹痛、腰痛、抗栓過敏症、視覚異常、眼痛、顔面浮腫、低血圧、動悸、貧脈、関節痛、筋肉痛、発疹、かゆみ、よび持続勃起症。バルデナフィルを使用した場合の深刻な、しかし稀な副作用の一つに、 心臓発作がある。また、稀に、バルデナフィルの使用により持続勃起症を引き起こすことがあり、治療しないまま放置すると、インポテンスを引き起こす、可能性がある、非常に痛みを伴う緊急状態である。2007年10月18日、米国食品医薬品局は、 バルデナフィル及び他のプドゴ阻害薬の薬物ラベルに難聴の可能性に関する警告を追加すると発表した。バルデナフィルはすべてのプドゴ阻害剤と同様に硝酸薬を服用している人には使用することができない。バルデナフィルと併用すると生命を脅かす可能性のある低血圧を引き起こすことがある。さらにバルデナフィルは QT 感覚の延長を引き起こす。したがって、QT 感覚に影響する他の薬を服用している人は併用できない。バルデナフィルは、バイエルハーマシューティカルズ、グラクソスミスクライン、シェリングプラウにより、レビトラという商品名で共同販売された。ドイツバイエル社が開発した、レビトラ上の国際誕生は2003年3月4日。2005年現在、 米国以外の多くの市場で、レビトラの GSK の共同販促権をバイエルに戻された。イタリアでは、バイエルはレビトラ、GSK はビバンザとしてそれぞれ販売している。したがって、欧州連合の貿易規則により、並行輸入することで、e、EU では、レビトラの隣にビバンザが販売される可能性がある。スタクシン及びラビートラソフトとして販売されている。 高校内崩壊罪は、米国やカナダなどの国で承認を得ている。日本での承認は5ミリグラムと 10mg が2004年4月23日、20mg が2007年5月24日。2020年3月現在、日本では、処方箋医薬品で、薬価基準未収載。後発品は2020年7月に、沢井製薬と東和薬品から発売された。 レビトラ状 20mg、2.5mg、5mg、10mg、および 20mg の丸いオレンジ色の錠剤がある。通常の開始容量は 10mg。バルデナフィルは、性行為の1から2時間前に服用し、1日1回まで使うことができる。英国などの一部の地域では、特定の容量のみが利用できる場合がある。日本では2004年6月より、 レビトラ 5mg、10mg ム上を2007年7月より 20mg ム上をバイエル薬品が販売している。バルデナフィルには錠剤の形で飲み込むのではなく、舌の上で溶ける錠剤のスタキシン 10mg もあるが、日本では販売されていない。USFDA はバルデナフィル及びその他の合成プドの阻害剤を男性用精力強化のためのハーブサプリメント、 または、すべて天然製品として販売されている多くの製品で検出した。ありがとうございます。